どうもコピーです。さあというわけで今回はマキマさんをね使っていきたいと思います。さあというわけでね、チェンソーマンコラボがね始まりましたね。まあなんかいろんな意味ですごい盛り上がってますね今回のコラボ。まあいいと思います。で、今回使うマキマさんはサイリア、コラボガチャサイリアで、かつ交換不可能キャラですよね。ただこのマキマさんをリーダーにしてコロシアムクリアするとゲットできるこっちのねデンジ&マキマ、こっちは確か交換ができるんだよね。でまあこの人に関してはね、あの76マスリーダーで、なおかつね貴重な軽減ループ持ちなんでね、まあこっちはできれば頑張って交換したいかなっていう感じですよね。でまあ今回ねこのマキマさん使うんですけど、まあ、この人ねあのさっきも言ったけど、あの交換不可能のサイリアなんですよね。でなんでか知らないんですけど、なんか僕ねまだこのガチャね多分4回ぐらいしか引いてないんですけど、なんでか知らんけどね、なんかマキマさん2体出たんですよ。まあこれはさ、もう要は使えっていうことですよね。わかりました。というわけでね、まあ今回使うマキマさん、まあリーダーで使うんですけど、このねリーダースキルがねまあ僕好みです。まあいわゆる青天井、倍率無限に上がる系リーダーですよ。でまあこの人の性能はもう完全に多色ですよ。で多色でドロップ消すたびに攻撃が上がるんでね、まあイライザみたいな感じですよね。でまあ覚醒もね結構倍率高いし、でガードブレイクもね持ってるし、であとねこの人強いのがさ、スキルがさ、これやばくない？これ3ターンで1ターン落ち込んなしになる代わりに無効貫通とドロリフっていう、いやこれさ、非変身&進化スキルでもないのに3ターンで無効が打てる時点でめっちゃ強くない？でしかもドロリフも打てるっていう。まあただね落ち込んなしが一応デメリットにはなるんだよね。まあリーダーで使う場合ね、やっぱ落ち込んくればくるほどね倍率上がるから、ちょっと落ち込んなしはマイナス要素なんだけど、ただそれを差し引いたとしてもさ、スキル強すぎんか。これやばいよな。ドロリフもねめっちゃ強いしね。というわけでなんでね、まあなかなかいい性能してると思うんですよね。というわけで、まあ今回76リラチェンですよ。まあそれのマキママキマで裏強調やってみようと思います。いきましょう。いやこれ絶対面白いでしょ。でまあね一応ね倍率計算したらね、あの盤面14コンボで一応倍率は片側で100倍超えるらしいんでね、まあリラフレで1万倍ですよ。かなり倍率は高そうです。ここで私ができることは終わりました。とりあえずねまずはまあポロに変身、こいつに無効化があるんで、まあ、これ使って耐えましょうかね一旦ね。さああと1になったんでこれで無効化貼って、はい、あ、これボイス両方ともマキマさんなんだ。さあこれでリラチェン溜まったんで使いますか。ここで私ができることは終わりました。オッケーオッケー。じゃあこっからまあ適当になんかスキチャかけながら、もうこれさなんかさ多分ね、いやこれコンボ組んだらともうこいつ勝手に死んじゃうと思うんだよな。ちょっとねここスキル貯めたいからあえてコンボ数控えめで、いやもうこれでさ、だって2000倍だよ。で、この火力。いや、ちょ、絶対やばいわ。これ絶対やばいわ。まあ、とりあえず最終ターンまで待って。オッケー、ここで行こう。あ、マキマさん、ちょっと弾の早いな、これ。まあ、ちょっと一旦使っとこうか。ここで私ができることは終わりました。さあ、というわけで、とりあえずちょっとコンボ組んでみます？操作延長かかってるんで、ちょっと頑張れば14コンボいけそう。どうしたらいい？これ水と火、いやーこれ間に合わねえな。これだったらせめて、こうして13コンボ。さあ13コンボで9344倍。これで、あーめっちゃ強い、めちゃくちゃ強いです。はい、めっちゃ強い。でしかも、まあ、今ねこっちのマキマさんギリ服属カウンストしてなかったけど、このね電巻、ちょっとごめん電巻って訳すね、電巻さんがねエンハールんで、まあこれでね倍率かさ増しできるんでね、もうこれで多分なんとかなるでしょう。でここは威嚇さそう。さあラフィーネあと3ターンです。さあラフィーネたまりました。
ただちょっとね、ここは場面戻ってくるの待ちますか。何このボイス、めっちゃ ASMR じゃん。興奮する。さあちょっと、いやちょっとルーレットその1きちいな、これちょっとね。あのパズル自体はすごいシンプルなんだよ。とにかく盤面最大さえ組めばいいっていう。ただそれが無人だ。やっぱこのゲーム結局ね、シンプルにたくさんコンボするのが一番むずい。いやーもうこれもさ、ちょっと14コンボできなかったけど、ただこっからは落ち込んが降ってくるんで、はい、14151万3680倍というわけでね、これでしっかりもうマキマさんは確定カンストと言ってよろしいでしょう。めっちゃやばいこれ。ポロネが次ちゃんと溜まる。オッケーオッケーオッケー。まあサブのメンツに関してもね、ラフィーニョの A 班乗るし結構いい感じじゃないですか。まあというわけでね、ちょっとさっき冒頭ね、ちょっと軽く流すような感じでね、ちょっと今回のこのコラボのまあ盛り上がりについてね、あんまり触れておりませんでしたけどもね、まあ盛り上がってるんですよね、今回のコラボガチャ。盛り上がってるという名の炎上してるんですよね。まあ炎上してる要素としては大きく分けて多分2つぐらいあると思うんですけどね。まあまず1つ目が、ガチャですね。ガチャそのものについて、まあ今回まあいわゆる闇鍋っていうんですか、こういうの、まあスーパーゴッドフェスにこのコラボキャラがね混じるような感じになってるんですよね。まあそうなってる理由としてはもうやっぱりコラボキャラの数が少ないっていうことだと思うんですよね、やっぱり。まあこれでね、なんか結構燃えてますけど、まあ正直ね、これに関してはね、俺ちょっとしょうがないかなって思う、やっぱり。でやっぱりさ、まあ当然やっぱね、被害受けてる人結構いると思うんですけど、でも全員が全員そうでもないと思うんですよね、正直。逆にむしろ恩恵を受けてる人も俺いると思うんだよ。まあどういう人かっていうとさ、まあ例えばさ、あのチェーンソーマンコラボするからちょっと久々にねパズルやってみようかっつってやってるその復帰勢の人、まああとはね、あ新たにパズルやり始めた人とか、まあそういう人はさ、やっぱりなるべくね、あのキャラ被らん方がいいわけじゃないですか。やっぱコラボキャラのね数が少ないと被りやすくなっちゃうからさ、やっぱあんま被りすぎるとね結構マイナス要素になっちゃうからさ、いやーもうここのキャラあいつだったらよかったのにみたいな、せめて他のキャラだったらまだよかったのになってやっぱ思う時あるじゃないですか。やっぱそういう時にさ、コラボキャラだけじゃなくて、まあやっぱフェスゲンのね強力なやつらとかが、まあ、出てくれた方がやっぱりまあ得するんでね、被らないっていう点では。ただ逆にやっぱ被害を受ける人としては、まあある程度やっぱ課金してる人とかさ、キャラ持ってる人とかだよね。そう、コラボキャラが全然ね出ない上に、すでに持ってるフェスゲンとかさ、頂点者とかやっぱ出てきちゃうと結構やっぱ萎えちゃうじゃないですか。まあだからね、こういうのって結構意見がね分かれるとこだと思うんだよね、本当に。そうだからさ、正直俺はやっぱしょうがないってね思っちゃったんですよ。人によるんだよねこういうのってね、本当に。まああとね、被害を受ける人だとやっぱりシンプルにね、もうそのコラボキャラにやっぱ推しキャラとかがいると、やっぱどうしてもそのキャラ欲しくなっちゃうじゃないですか。だけどやっぱそれがなかなか引けないと。まあしかも今回さ、やっぱ石10個だからね、やっぱそれがかなりきついと思うわ。石10なのがちょっとな、きついな今回な。まあでも正直ね、やっぱしょうがないと思う、これは。こればっかりは。まあしかもさ、そもそもね、そのコラボガチャに自社のキャラがさ入るっていうのはね、他のソシャゲとかだと普通にあることだもんね、あり得ることだもん。まあ例えばだけどさ、まあ俺ね、あのパズラー以外にもさ、某猫で敵の城をね攻め落とすゲームやってるんですけど、まあ、そのゲームでもね、あのコラボガチャは普通に自社のキャラバンバン出てくるからね。なんでかっていうと、コラボキャラの数が少ないから、やっぱそうなるとね、めちゃくちゃ被っちゃうからね。まあだからこれはね、ちょっとしょうがないと思う。しょうがないと思うけど、ただ石10個なのがちょっとまずいかなとは思うね、やっぱり。
そう、キャラクターごとのさ排出率とかはさ、正直いつものコラボとそんな変わんないんですよ。フェスゲンが混じることを除けばね、フェスゲンとか超転生とか。まあまあ、なんかルーレット消えちゃった、やべ。4色で経験貼れるよね。これ欠損してよ、やべ。ちょっと待って。ここで私ができることは終わりました。おい、え、これ終わりじゃねえ、これ。おい、終わりじゃねえかよ、ふざけんな、おい。さあ今回は大丈夫ですね。 OK、 よかった。いやー、盤面がね、そうだよね、76から54だもんな。 OKOK。 で、例のガチャの話ですね、ちょっと説明下手で申し訳ないんですけど、まあ僕が言いたいことはそれぐらいです。はい、うん、まあこれでとりあえず、じゃあ1個目の話は終わりね。1個目の燃えてる要素の話はそれぐらいにして、まあ次はじゃあ、これ大丈夫、これ色組めてるよね。あ、回復目やがった、やべ、大丈夫か。いや、さすがに耐えるはず。ちょっとこれ54きちいな。そう、2つ目の燃えてる要素が、なんかいわゆる飛空艇商法なんかもう名前がさ、名前が面白いんだけど、マジで。いや、面白くないな、うん、全然起きてること自体は面白くないんですけど、まあ飛空艇商法が今回のコラボガチャでもね行われているというわけで、まあちょっとその実態がねやばいんですよね、本当にね。まあ、今回はもう飛空艇商法の中でももう本当に最上級じゃないですか、今回の例というのは。うん、やばいよね本当に。ちょっと待って、ラフィーネが次溜まって、ここは詐欺で使うか。ちょっと54だとねコンボ数減っちゃうけど、まあこいつだったら倒せるやろ。で、飛空艇方式の話なんですけど、まあ今回はね最上級なんですよ。なんと、確定枠が対象キャラになってしまってるというわけでね。まあ今まではさ、ファイナルファンタジーだったらね、もうまあことの発端ですけども、ファイナルファンタジーだったら白ハイウィンドなんで、まあ、最低レアなんですよ。まあだからそこまでは、まあまあまあ100分譲っても、まあ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 っていう感じなんですよね。で、その次なんだっけ、サンリオか。あれ、サンリオって何だったっけ、ちょっとサンリオあんま覚えてねえわ。で、マーベルも交換可能キャラだったから、まあそれも100分譲ってまだ許せる。ただ今回は、わ、これマキマ使う、いや今使わなくていいか。そう、ただ今回はね、デンジとパワーっていうね、確定枠のお二方が入ってらっしゃるというわけでね、まあ、今回4体いるんですけどね、そのうち2体がそいつらというわけで、まあそれでね、まあ、かなり燃えております。うん、まあ正直ね、俺こっちに関してはね、俺も引いた、さすがに俺も引いたわそれ。あ、やべ、これ回復対象じゃないんだっけ、やべ、経験足りてる？え？水、あ、大丈夫か？お、びっくりした。これ大丈夫よね？え？経験晴れてるよねこれで。おい、おっと。向こうは張ってないから、まあこれは普通に行こうか。うん。で、まあそうなんですよ。さすがに引いたね。俺も引きました、それはさすがに。ガチャではまだ擁護できた俺も。飛空艇商法はさすがに引いたわ、マジで。ああ、もうそこまでやっちゃうんだ、もう来るとこまで来たなっていうね。まあそんな印象を僕は受けました。うん、まあ、あれはやばいよね。まあだから要はね、デンジとパワーに関してはもうガチャで素引きするかね、それか2000円、2400円と3600円でしたっけ、まあ合わせて6000円ですね。まあそれを支払って入手してくださいねっていうね。しかもさ、デンジが確かポチタだったよね。ポチタなんてもうめっちゃ可愛いからさ、あんな誰でもさやっぱ欲しくなっちゃうじゃん、あんなの。ただそれが、確定枠。まあガチャから引こうと思ったら、2%、石10ガチャの 2% ですからね。
まあ、それを引かないといけないというわけですよ。でしかもさ、4体中2体はね一応交換できるんだけど、そうなんでよりにもよってその交換できるのがさ確定枠じゃない方なんだよっていう話だよね。マジで完全にこれはね、まあ、6000円納税してくださいというね運営のメッセージでしょう。まあそういう意図がねもう手に取るようにわかります。ちょっとこの辺からねちょっとなんかワンパン怪しくなってくるんですけど、これ大丈夫ですか。まあちょっとサギリでも使ってな、泥鏡&加算かけて、うん、まあそういうことですよね。そこまでしてこれが欲しいか。もう今俺手で丸の形作ってる。そこまでしてこれが欲しいか。そっかそっか。それはさ、え、覚醒向こう、いや待て待て、覚醒向こう大丈夫。まあポロでできるけど、ちょ次の回、うわちょっと次の回まあいいか、まあ、次の回吸収だけど、まあため直せばいいしな。ね、ちょっとラフィーネ使いたいけど、あーでも回復がね、いや使うしかねえ。うわーこれやべえ、もうこれマシンゼウス引いたら地獄やんけ。ちょマジこれマシンゼウス引いたらマジいわこれ。もうラフィーネ使いとなかった。いやそれさ、もうユーザーからさね、もうこれをねかすめ取るのはいいけどさ、ちゃんと還元してくれよ。なんか言う、もうなんで来るんだクソじじゃこの野郎。ちゃんとユーザーにやっぱ還元してほしいよね、まあ、ちゃんとね皆さんがこう喜ぶようなね、まあイベントの開催だったり、まあなんかゲームのねシステムの回収だったり、もうそういうところにちゃんとね使ってくださいね、そういうお金は。あ、お金って言っちゃったねえ。もうこれどうする、4色何で4色めばいい。闇、水、光、木か。 OK 了解。もうラフィーの後もだから、もう一旦これやらんといけん。最悪、なんでこんな運が悪すぎる。トシアナさっきからやーべ、今回はまだ盤面が良かったけど、これこの次どうすんだよ。これこの盤面どうだ、組める、これは何で組めばいいの。水、光、火、闇か。うわこれ間に合うかな、これこれぐるって回せば下は組めるか。ん、これぐるって回すだけで下組めるよね、大丈夫よね、これでいいよね。あ、よかった、やっぶねえ。ポロネがあと4ターンと OK。 まあここはおとなしく貯めましょうかね。 OK、 じゃあこれ使って倒します。まあというわけでね、もうせっかくマキマ使ってみた動画撮ってんのにね、まあこんなことを話してしまいましたよ、うん。まあやっぱちょっとそれだけね、ちょっとやっぱ今回この起きてることがね、あまりにも結構まあなんかえぐいんで、まあやっぱそれを触れざるを得ないよねっていう話なんですよね、やっぱり。まあガチャはねもうちょっと最悪しょうがないけど、まあちょっと飛空艇商法はねさすがにやりすぎな気はするよ、やっぱり。怖いよね、もうこれがさどんどんエスカレートして、もう次どうなんだよ、もう確定枠だけになっちゃうのかな対象キャラが。もうそんなことになったらもういよいよ面白いけどね。いや面白くないけど面白いわ、そこまで来たら。ラフィーネが今溜まってると。ちょっとねこれボス戦きちんだよな、この編成ボス戦のさ操作短縮のことをちょっと考えないといけない。今からボスのさ第一形態操作短縮やってくるじゃん、そこでラフィーネ使っちゃうとね、今度第二形態の初手でやられてくるあの操作激減を頑張らんといけねえんだよ。そこでちゃんと4色決めないといけない。そういうパズルが俺にできるかっていう。もうだからさっきのマシンゼウスパズルをまたやらされるっていうね。しかも今度はルーレットありで。いやー、ちょっとそれをね、今どうしようか考えてます。どうする？
で、まずここで千里ドラゴン引いたから遅延が飛んできます。まあその遅延は大丈夫か。まあでもさ、さすがにさ、ボスの第一形態さ、ラフィーネ使わんとさ、コンボ組めなくない？いや、そう、このパーティーさ、あの加算がないからね。ちなみにだけど、加算ないからさ、あのまあサギリ使うにしても自力11コンボしないといけないからね。相当きついぜ、操作半減食らった状態で11コンボって。どうする？いや、ここね、なかなかむずいんだよ。まあとりあえずもうこいつ倒すしかないじゃん。もうとりあえずこいつはこの盤面で倒そう。ラフィーネは使わずに。ただちょっとこの盤面でもうちょっとね、操作延長あんま長くないから、あ、ちょっと、まあ最悪見なかったけど、まあ、そう、これで今11コンボなのね。だからラフィーネなしでパズルするんやったら、もう今のこの半分の時間でこのコンボしないといけないの。絶対無理だよね、そんなの。そんな俺ができるわけないから、もうここやっぱラフィーネ使うしかないんだよ。うん、いや、きちいぞこれ。いや、きちいぞこれ。加算かけてラフィーネ使う。やれんのか俺にそんなことが。いや、ルーレットがきちいんだよな、シンプルに。第2形態は。ルーレット&操作短縮がマジきちいの。で、まあ、ここはね、もうさすがに、ちゃんとコンボ数足りてればね、まあ、It is gone できると思いますんで。まあ、これでいいか。いやー、どうするよ、どうするって言っても、まあまあ、組むしかない。うん。さあ、とりあえず、まずここは、It is gone!さあ行きましょう。ここが地獄です。でもやるしかない、やるしかないんです。いや、ラフィーネのスキルがもう一旦短ければね。このルーレットやばくない？このルーレットありで。いや、でもルーレット利用すれば逆に組みやすいまであるか。まあとりあえずここはマキーマ使いますか。いや、てかさ、ここでさ、こいつワンパンできればそれが一番いいわ。それが一番平和だわ。まあでも当然ワンパンなんか多分できるわけないから、まあだからね、多分これは嫌でも次の操作短縮はおそらく食らうことになる。で、そのパズルを俺は頑張ってやんないといけない。これはどのタイミングで話せばいいんだ。このクソ中途半端なコンボは。いや、まあそれは耐えるよな。もう分かってる、分かってます。で、ここで何秒？ 2.5 秒で4色で、ちょっとこいつのダメージのことも考えたら回復まで組まないとちょっと怪しそうなんで、5色ですか。いや、これさ、上で火と水組むのはいいけど、その後どうすんだよ。まあこの木を持って水と火を高速で組んで、下で何、光と木ですか。いや、口で言うのは簡単だけどさ、ちょっと待って、ルート確認され、いや待ってよ、なんかもっといい方法ないか。ルーレットを利用するっていう方法はなんか他にできることない？例えばだけど、こう今下が左下が火で揃えられる。あ、待って、もっといい方法あるじゃん。これルーレット利用しよう。これで左で火と回復。で、下で水。いや、ルーレット利用しよう。で、これで火と水は確定だから、あと、なんだ。木と闇あたり。いや、光と闇かな。この辺、この闇スタートで、光組んで、あと闇組むみたいな感じでいいかな。あ、それでいくか。あ、それでいこう、2.5 秒だから、どのタイミングでパズル始めるんだ。左の回復のところ、左上の回復のところがいつだ。2秒前が、回復の2秒前が、闇、光。まあ、光になる直前ぐらいのタイミングでいけばいいか。うん。じゃあ、それでいくわ。いきます。
光になる直前ね。 OK、 次いくわ。これ OK、 これ OK。 いや完璧。あーぶねー。 OK 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 OK。 よかったよかったよかった。よし、いやよく頑張った、えらいぞ、よくやった。まあここ超えられりゃもうガチっすよ、はっきり言ってな。このマキマさんのボイスがマジでさ、すごい性癖に刺さるんだけどね。なんでこんなささやくような喋りしてくんの。すごくないこのボイス。ここで私ができることは終わりました。こっちもいいけど、この電巻きの方のボイスやばくない。お願いがあるんだけど、いいかな。いいよ。さあちょっとこっからはトゲ注意だ、トゲ注意でいきます。ちょっとねこのパーティーもね、言うてそんな回復力高くないんですよ。だからちょっとね回復は結構頑張ってやります。なんかもっといいコンボないか。あちょっと、いやなんか惜しいけど、まあ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 。さあ12コンボ、ここで半分はさすがにいかないか。オッケーオッケーオッケー。まあこの辺はゆっくりいきましょうや。オッケーオッケー。うん、じゃあここで半分いって、でそうだね、ちょっと最後はマキマさんを2連続で使えるようにしよっか。まあどういうことかと言いますと、ここでまず半分まで削って、その後に、うん、一旦削るでしょ。でだからその後2ターン耐久して突破するみたいなね。そう、これマキマさん使ってさ 10% いったらちょっとまずいことになるんで、まずいことになるというかもう死ぬんで普通に。うん、ちょっと一旦ここはまず使わずに一旦耐久してから行こう。まあちょっとここトゲとか結構怪しいんでね、まあちょっとこの辺のスキル適当に打って、まあ、トゲ処理してからのだな。うん、からので行こう。てかさ、俺さ、このキャラの火力に全然触れてなかったけどさ、もうやっぱすごいね。もう当たり前のようにね、やっぱカンストしてるよね。やっぱ覚醒の倍率がすげえ高いもんな。オッケーオッケーオッケー。うん、ここで行こう。ここで行きます。ここで私ができることは終わりました。おお、二段階ドロリフ。くさ。あ、痛い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 。いや、トゲクソ痛いんだけど。ちょっと待ってね。いや、これね、トゲチャレンジどころじゃないんだよ。普通に死ぬ。あ、オッケーオッケーオッケー。で、多分ね、これどうせね、どうせこいつのことだから、10% 残ってきて、ね、トゲチャレンジやってくださいよ、ゴッピーさん。あ、残ってねえよ。ルーレットやってくんのぞ、これ。それは貴重や。この耳なめボイスをね最後に聞いて倒しますか。これはちょっとここの火を組んで、回復、穴がずれたよ。火、光、水、やみ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 、水、火火火火火火火、まあこれでよし。なんか左側のルーレット揃えた意味がなかったけど、まあまあまあ、まあ、あとちょっとごめん、トゲチャレンジできませんでした、すいません。まあいいや。まあでもやっぱ火力がすごい、本当にね、やっぱロマンがありますよ。ただね、ちょっとやっぱ重ないのきついね、正直。まあこれどうなんだろうね、なんとも言えないけど、まあでもね、こいつさ、やっぱスキルがね、すごい優秀だからね、サブとしては全然使えると思うんだよね。うん、まあ無効緩和ですよ。いや、しかもこれ、ドロリフまであんのやばくない普通に。っていう感じですよ。まあリーダーで使う場合もね、全然、加算数が少ないことを除けばね、
まあでも7億リダチェン前提みたいな感じあるからさ、7億で使えば全然、まあコンボ数もまあそこまで気にならんかな、正直。いやでも結構面白いね、うん、面白いキャラだわ。まあやっぱりこれはね、ぜひともね、まあこいつをね7億で使ってね、あの軽減ループにして、でまあ7億運用するみたいな使い方がね、まあオーソドックスなんじゃないですかね、うん。まあね、まあマキマさんもあの確定枠じゃないんでね、ちょっとこれガチャから頑張ってやってないといけませんけど、まあ僕がね4回引いて2体当てれたんですから、皆さんも絶対当てられるはずです。はい、まあだからね、まあまあいろいろあります、もういろいろありますよ今回のコラボは。もういろいろあってね、いろいろ盛り上がってて、もうなんかすごいことになってますけど、でもね、所詮はガチャなんでね、当たるか当たらんかの2分の1です。とにかくガチャで当てればいい、ただそれだけ以上、さよなら。